格闘技の、おかげさんに試合に参りました。どんな試合があるんでしょうか、見てみたいと思います。ルール上は口紅大丈夫なんですね。あー、大変な試合でございます。キズルが切るんだなと。いいっしょ。本日の宴を彩るラウンドガールを紹介します。どんなパフォーマンスで自分の皆様楽しみに見てくれてありがとうございます。プレイから3セットは78、58、ハゲネアのスレンダーボディでございます。最初は2番でリンクに集まりました。可愛いペンのトカちゃんがどんなパフォーマンスをしてくれるのか、皆様応援よろしく。から3セットは84.86、82のお色気ボディとなっております。さあ、軽快なセクシーダンスお楽しみください。さあ、そんな怒りなんですが、音楽リリースやすいやつもありました。その汗はジョイン3サイズが上から88.56、82のこちらの素敵なボディとなっております。今ゆっくりとお立ち寄りください。よろしくお願いいたします。さあ、登場してくれましたね、こちらの4名でございますんで。なんていう名前なんですか。お茶芋のクラブさんっていうダンスの振付師の方々に振付をしていただいてまして、そこからちょっともじった名前で CMC っていう、はい、謎の仮面4人組っていうことでやってます。はい、はいはい、これは千日で解散するグループなんですけど、リアル人体実験ということで私たちは人体実験させられています。すいません、その人体実験ってどういう意味なんでしょうか。実はみんなここですね、歌を歌ったことないド素人なんですね。え、そうなんですか。はい、今日初舞台だったんですか、ケンモトが。え、さっきのパフォーマンスめちゃめちゃかっこよかったんですけど、あれ初めてなんですか。はい、はい、初めてです。本当ですか、信じられない。ド素人と、はい、主婦と、はい、バツイチです。なんかいろいろ複雑な背景もある結構な謎のグループですね。ファーストシングルの名前が脳みそ溶けてるっていうんですけども、もう私たち本当に脳みそが溶けちゃっていてすごいので、一緒に溶けてほしいなと思います。そして2曲目が出るんですけど、2曲目の名前はなんとマジックチョメパーセント。よろしくお願いします。ライアーレッアー交互に見て脳みそ溶けてる CMC、 yeah! はい、ありがとうございます。さあ行きましょう。お鍋の新規選手ですもんね。そもそも女性ですね。いいですよ。いいですね。はい、さあ行きましょう。ラッシュ、さっきのね、試合の後ですから特に。そうですね、後半戦ずっと打ってますね。本当
終了。ラウンド2ファイナルラン。あといけるよ。あといけるよ。はい、泣いてもらったの。そうですね。前だろ前だろ前だろ。ボディね、ボディ入れてますよね。どうだどうだどうだ。おお、ただいまして2ラウンド1分19秒赤コーナー小田部の新選手が引き勝ちとなります。なおこの試合は勝利者賞といたしまして株式会社インク様より高級ベースパルコを贈呈いたします。はい、たくさんの応援ありがとうございます。僕、宴大好きなんですよ。はい、なんで、なんですかね、一緒に戦ってくれた小田さん、ありがとうございます。もう対戦してもらって、ここに一緒に立ってくれてるってだけで僕も本当に嬉しいですし、ここに立ってる人間じゃないとわからないことってあると思うんで、だから出場し続けてる人たち、僕はみんな素晴らしいと思ってます。なんで僕はこれからも出続けたいと思ってます。あとはバーハイからカテリーナ・ベリ4回です。シャンパンください。宴最高。試合お疲れ様でした。お疲れ様です。 YouTube 見てる方にちょっと自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。自己紹介、はい。歌舞伎町の、まあ、ハイカラというお店で働いてるモノメの CG です。実はナックルズでインタビューの方をさせていただいて、はい、結構知った方もいらっしゃると思うんですが、はい、今日はあの宴見事勝利ということで、はい、試合後だすぐだと思うんですが、はい、ちょっと今日の試合について振り返っていただけますか。やっぱり前よりもやれなかったことがやれたとは思いますが、ちょっとスタミナというか、はい、終わった後が一番しんどいです。カメラに向かってなんかこう、なんだろうな、遊びに来てよでもいいですし、なんかこうコメントみたいなものをいただけると嬉しいんですけれども。そうですね、結構小野部が男枠として出させてもらって今回4回目なんですけど、そろそろ僕と同じ同族の仲間たちおいで。今後また次の試合に向けてちょっと意気込みみたいなのを教えてもらえると。そうですね、もう少しスタミナつけます。ツイッターインスタと TikTok やってるんで、そちらから飲んでいただければいろいろ見れると思います。宴最高。お疲れ様でした。続いてベストノックアウト。何年続いてるんですかね。こちら2年いらっしゃいます。10年くらい、もうちょっと。まずはジャンプもたくさんの選手が出てすごいですね、やっぱりこの盛り上がりが。そうですね、いらっしゃらない。本当になんかありがたいことに、もう常にやっぱりチケットもソールドアウトで選手も溢れてるんです。続いてベストノックアウト賞。いい試合がたくさんありましたね。そうですね、でも本日マスター様より、宴らしい素人感の試合がもっと欲しいですね。なるほど、自分的には。なるほど、はい、それがもう宴らしいと言いますか。そうですね、はい、なんかちょっとなんか半分はちょっとレベルがちょっと上がってきちゃってるような感じなんで。なるほどなるほど、はい、もうちょっとエンターテイメント性をもっとこれから戻したいですね。なるほどですね、はい、じゃあこれからまだ出たことない人も選手募集してるって感じですか。はい、はい、そうです、もうぜひぜひ。今後の目標じゃないですけども、はい、宴っていう大会についてこれから頑張るぞみたいなの一言。やっぱり宴は宴ならではのエンターテインメント性、そこをやっぱ重視にして格闘技と、まあ、融合させて、まあ、自分たちにしかできないようなことをもっともっとやっぱり広げていきたいですね。わかりました、これからも応援していこうと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、もしよければですね、皆さん写真撮って帰っていただきたいと思いますんで。